ゲストン、ココチン、配信したいのにやりたいことをたくさんあるのに人間の体は休んでほしいみたいです。倒れる前に今日は休息しますね。それに対して優しいかなたんが発言をしております。それに対してココチンが、なんだとこのクソ天使子と言っておりますね。さあ、なんと言ったでしょうか。まあ、ココチンがね、すごい頑張って、頑張りたいけど、休まないといけないなっていう、そんなツイートに対して、まあ、優しい言葉をかけるんじゃないでしょうか。うっすら覚えてるんだよな、これね、ココがちょっと体調を崩した時で、はい、今のところコメント欄になんと1人1名正解者が出てきてる。すごいんだけど。すごい。待って、休んでるって倒れる前に、団長も分かりそう。いや、ちょっと分かんないけど、待って、まあかなたの気持ちになって、気持ちになってね、分かった分かった、多分これだな。さあさあ、あ、違う、答えは出るかな。これね、なんかこれだった気がする。やばいやばいの、ちょっとコメント欄はちょいちょいね、あの答えが出ております。素晴らしい。いや、僕もちょっとこれは正解します。書けないけど、あんまあの、カナタフリップ使うの下手な人みたいになって。いや、違った、これはフリップが悪いんですよ。僕書けないから、ね、うまく書けないの。皆さんすいませんね、うちのあまねかなたがね、少々お待ちくださいね。何書いてあるかは松井にはちょっと、なんでちょっとかなたんこう今のよ、今言ったらぐちゃぐちゃ、幼稚園児の落書きみたいになってる。とりあえずこれで、はい、はい、お待たせいたしました。読めそうな団長からね、読めるよこれも。団長はかなたんの気持ちになって、はい、やっぱココ会長ボンキュッポンだから、その分なんかこうやっぱ重力を感じてるんじゃないかな。あ、なるほど、無駄な脂肪つけてるから、じゃねえかみたいなこと言ってるんじゃないかなと。なるほど、かなたんはすごいスマートな体をしとるからな。うん、スマートな体をね。そうですね、はい。まあちょっと華奢な感じですから。そう言ってんのかなと思って。何なんだろう、だって今解読しようと思ったけど全く分からない。かなたんがちょっと何書いてあるかは祭りもちょっと分からないので、はい、あの自分で読んでもらって。ダイイングメッセージじゃないです。このあの臭そうな布団で、ほう、なるほど、書いて、これはあの、確かココの家のことを思い出して、部屋にあったなんか臭そうとか汚いみたいなもので寝ろよみたいな、なんかそんなことを言った気がするんですね。 あの臭そうな布団で寝とけよとか枕で寝ろよみたいなこと言ったかなと思いました。これは本当かなたんが実際ココ会長のお家に行ったから分かる、あ、そうです、そうです、ね、下ならしい布団があったので、あれで寝るのかと、同居しとるあれで寝ろよと言ったんだと思います。なるほどなるほど。じゃあ正解いってみましょう。こちらです、どうだーん。今日はあの臭そうなお布団から出ちゃダメだと。やったー、正解ですね。やったー、正解でいいんじゃないでしょうか。やっぱ臭そうな布団のね、記憶はね、共通していた、覚えてた臭そうな布団。臭そうな布団あったんですよ。大丈夫、帰ってボコられないか。大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。マジで臭そうだったので、これは、ね、嘘じゃ持ってないから本当に臭そうな布団でした。何日も洗ってなさそうなやつだったね。万年どこ的な感じ。そういう